次回は、このスタッドを外していく動画をね、だからこれ動画ちょっと何本かに分けてな、せやな、うん、そうだね、まあとりあえずここまでちょっと手こずる場面がいっぱいあったので、はい、やっていきたいと思います、お願いします。はい、なんかいろいろ用意してきました、もさきちゃんにはさっぱり、はい、つけるナットで、はい、ナットはこれ綺麗かな、うん、10の 1.5 やと思うから、うん、タップやったっけこれ、こっちダイスやな、これ10の 1.5 かな、うん、10の 1.5 ちょっと軽く、うん、とりあえずこのネジが、うん、スムーズに入るようにな、はい、ネジ山をきちっと作ってあげる感じですね、で、うん、こいつがこれと切らなあかんから、逃げるさきちゃん。外すのね、あでもこれあかんわ、なんで伸びてるわ多分、ほら、ああほんまや、伸びきってるな、すごい、うん、うん、山がない、もう伸びてるやろ、うん、あこれで、うん、とりあえず、うん、スタッドボルトも変えるから、はい、な変えることになったので、まあ明日やから、そうなの、明日部品でやっていき、明日部品来るので、まあブレーキバッターもちょっと作業、そうだね、うん、ブレーキパッド、あれね、
これ上14で下17ちょっとややこしいな、うんうん、しょ、うん、ほんまやバインってなった、うん、いや抜き。もう先にね。ピンに刺したら、うん、全部外出る。狭いからね。まあ社長が入れてくれてたところが、まあ、さっきも言ったけどこことここのブーツの中にグリス入れてください。で新しいパッドに交換していく。はい、出来上がりました。じゃらーん、組み付け。あ、私後ろ回りたかってちょっと失礼社長。よいしょ、こっちは、はい、うん、おお、入った。危ない危ない。うん、入った。ブーツが、うん、ブーツが引っかかるときな、はい、入れてちょっと浮き上がらせ、うん、なんかこうねじれてるやつが、あー、まっすぐふわ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 っとこう、ほい、うまいこと、うん、これは引っかかれへん。さっきこっちがピンやね、うん、大丈夫。ブーツ大丈夫。うん。引っかかれ。上が14で下が17。上取ってへんけどな。よし。オッケー。はい、確認で最後してもらって。
はい、うん、適量で、うん、ちょうど振るよりちょっと上ぐらいになってるから見えてるかな、うん、ちょうどぐらいは、あ、まあ、あ、そこ、あ、よかったよかった、まあ、とりあえず明日やな、さやな、明日はスタートボルトが入るかどうか、入れんかったらまた頑張ったけど、この潰れてるところ、はい、タップ切ったから入ると思うな、はい、これが伸びてなかったらそのまま使えてるけどな、うまいな、伸び伸びやったもんな、だからこれが閉まれへんかったな、多分そうやな、うん、こんな感じで前半戦終了、うん、前半戦終了、まあ、はい、どうする、フォークはこのままにしといて、うん、それぐらい、それぐらいか、うん、まあちょっと何部に分かれるか分かんないんですけど、今回は今回もそうやな、うん、明日でしょ明日でいいと思う、まあ頑張って明日も作業続けてまいります、続けてまいりたいと思います、まあ組み付けやな、はい、組み付けからやっていきたいと思いますので、ね、よかったらそちらの団子、団子帳、そちらの動画もご参考に見てください、お願いします、動画と団子を間違えたようですね、もうな、やばいな、やめとけばまあこんな感じで今日は作業進めていきました、よかったらいいねとチャンネル登録お願いします、他の動画も見てね、バイバーイ。